エッペンシュタイン家の旗エッペンシュタイン家は中世ドイツにおいてケルンテン皇を世襲した貴族の家系。オーストリア国旗として知られる赤、白、赤の旗はもともとエッペンシュタイン家が用いたものであり、1122年に同家が断絶した後、シュタイヤーマルクのオタカール家が領土と共に旗も継承し、オタカール家が1192年に断絶した後は、オーストリアのバーベンベルク家が、 さらに継承した。エッペンシュタイン家の紋章家名は、シュタイヤーマルクのオブダフ派にあった、エッペンシュタイン城から名付けられた。バイエルン発祥であり、ユーデンブルク付近を拠点とした。マルク・バルト3世が最初に、シュタイヤーマルク返境博となった。アダルベロは広大な領土を確保し、1000年頃に、ケルンテン返境博に、そして1012年には、ケルンテン公に任ぜられた。 1035年に退院させられ、4年後に死去した。アダルベロの息子マルクバルト4世は、広大な領土を継承し、ケルンテンの事実上の支配者となった。その息子ルイトポルトは、1077年にハインリヒ4世により、再び、ケルンテン公及び、ベローナ辺境伯に任ぜられた。ルイトポルトは、弟ハインリヒと共に、バンベルク、ザルツブルク及び、 アクイレアまで勢力を拡大させようとした。父マルクバルトとハインリヒは、シュタイヤーマルクにザンクトランブレヒト修道院を創設し、修道院は文化の中心となった。1122年、ハインリヒの死去によりエッペンシュタイン家は断絶した。ウシュタイヤーマルクの領地はいとこ、オタカール2世及びその息子レオポルトに継承された。 ケルン天皇陵は親族のシュポンハイ向けの手に渡った。ありがとうございます。